わし今純粋にハマってるんですよね。そっち？ちょっと待って。e スポーツ選手の方2人ぐらいとマッチングしたことあるんですけど、なんかすごく。どんな視点だよ。どんな視点でやっ、グってんだよ。ちゃんとキモくないですか？この企画当てになんねえぞ。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。これだ、そういえば企画の話忘れてた。はいはい、289あります今。あ、そうだね。募集したのが、マッチングアプリに登録した時に、はいはい、自分たちが載せるプロフィール欄を、教えてください。まあ、もなんかもしくはまあ自分の使ってるやつでもいいんだけどみたいな感じの募集をして、うん、そのぐらい来たので、いいなと思ったプロフィールを、何個かを僕が抜粋しまして、はいはいはい、でそのガチなみんなが作ったプロフィールの中に、うんうん、俺がガチで作ったプロフィールを混ぜました。ほう。いや、あちらで写真はあると思うんだけど、だからそれこそ文章も判断基準だったりはするじゃない。はいはいはい。その文章的にこれはいいのか悪いのか、ライクノープ右スワイプ左スワイプをやっていただきたいなと。はいはい。これどのあれでテンション感でというか、暇だから覗くテンションなのか、それともガチで。そこ大切だよね。ちょっと厳しめの方がいいな。この人だったら合うっていう。なるほど。選抜してほしいかな。了解です。まずは、まあ、テンプレと言いますか、ベーシックなものから。はい。じゃん。はじめまして、プロフィールをご覧いただきありがとうございます。都内の大学に通っている大学2年生です。趣味、アニメを見たり、漫画を読んだり、ネットで服を買ったりするのが好きです。好きなアーティストはキングヌーです。めっちゃ人見知りで、人と話すのは苦手です。ちょっと、奥手な感じ？はいはい、はい。基本自分から話しかけない、受け身な人間です。ある程度仲良くなればめっちゃ喋ります、はい。っていう、ちょっと、性格面を結構プロフィールに書いてる人？はい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 。かな？ちょっとなんていうの、俺、男の目線で言うと、若干逃げ気味かなっていう。はいはい。で、よかったら、ライクをするんだったら、良かった点を言ってほしいんだよね。男側の勉強になる。で、ダメだったらダメだって言ってほしい。はいはいはい。これ、私の趣味、込みでいいですか、これ。あ、いいよいいよ。いや、そういうのない、そういうのいいよ。それはもう、マッチだから。マッチングアプリマッチだから。いや、私今、純粋に大学生にハマってるんですよね。そっち？ちょっと待って！趣味アニメとか漫画じゃなくて、アニメとか漫画なし。そう、大学生いいなって。なるほどね。時期がね、軽くない大学生なんて言えばいいんだろうな、ちょっと固めな、雑じゃない大学生にハマってるから、うん、この人じゃあもう結構くっつけてるわけだ。あ、ありなんだね。よし、ありっすよ。ライクというわけで、そう、ちょっと今の趣味とちょっとごめん、この企画当てになんねえぞ。この企画間違った。参考になんねえ。ちょっと参考にはなんないかもしれない。参考にならないね。まあまあまあ、そういう方向性 で、まあ、でもそう、大学生好きな女には刺さります、これは。へへへへ。そうそうそう。まあ最初の方はベーシックなやつで固めたいなと思います、うん、はいはいはい。ちょっと若干キモめ、はじめまして、馬場と申します。プロフィールご覧いただきありがとうございます。大変嬉しいです。北海道生まれ、現在は東京に住んでおります。主に動物のキャラクターを描くお仕事しています。ですので動物が好きです。休日は赤い猫を膝に乗せてほっこりしたり、馬場さんに夢を乗せてがっかりしたりします。もう少し興味を持っていただけましたら、ライクしてくださると大変喜びます。こんな拙い文章で読んでくれたあなたは、まごうことなき魅力的で素敵な、何これ、これなんていうのこれ。少年少年少年の。わかんねえ。わかんない。私マジ漢字読めない。美しい方なので、ぜひお話をする機会をいただきたいです。身長180に出て、声質をよく褒められます。お金そこそこあります。もうプラスになるようなものは全て出します。何卒よろしくお願いします。最後に貴重なお時間を割いていただき本当にありがとうございました。素敵なあなたと素敵な出会いができる日を精進しながら心よりお待ちしております。ちょっとキモめえな。ちょっとっすか。これ結構キモいかな。
ちゃんとキモくないですか？結構な結構ですけど、まあ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 。厳しめだからもう、がっつり。まあ、なしかなって感じ。なしか、これはさすがになしなんですね、このレベルはね。ダメだった点というか、ざっくりと。ここあんまり、長いよね。ちょっと長いよね。あと、まあ、いいところいっぱい書くのはいいんですけど、なんでじゃあそんないいとこあるのに、今、そんなマッチングアプリなんてしてんのってなっちゃうんですよね。なるほどね。本当にクソやばいところがどっかあるんでしょ、実はって思っちゃう。なるほど。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。それはお勉強になる。鋭い。いいところ乗せすぎると、逆にマイナスがすげえでかいんじゃないかって思ってしまうじゃないですかね。なるほどね。なるほどね。はい。どんどん行きましょう。これも多分、ちゃうんじゃないかな。はい。大阪21歳、多分165センチが安い。で、結構ゲームをしてる方でアマチュアですが、e スポーツ選手をしてアジア大会出たり、時々配信したりしてます。笑い。基本ゲームばっかりしてるけど、外ではその好きで運転するのも好きですと。映画やアニメも好き、ゆったり見ることもあります。お酒好きで1日1本飲んでます。最近は抱えた、黒霧島にハマってます。最後に、今まで彼女いたことなし。女の子と二人きりで遊んだり話したりしたことないので、挙動不審になっちゃうかもしれないです。これは大好物なんじゃないでしょうか。どうでしょうか。いや、e スポーツ選手の方は二人ぐらいとマッチングしたことあるんですけど、なんかすごく粘着じゃないけど、一生連絡来て、いや、この日ちょっと忙しい。じゃあこの日は？で、この日は？この日はね、暇？で、この日忙しい？みたいな、くどかったんですよ、どっちも。なるほどね。じゃあ、あんまりいい思い出がちょっとないんで。印象がね、ちょっと。そう。まあでも一回マッチはするかな。一旦ね、一旦イエスはするんだ。黒霧何割ですかって聞いて考える。じゃあ一応これはライクではあるんだね。一旦このさ、俺が気になったところはやっぱりその女の子と遊んだり話したりしたことないっていうところと、はいはい、身長165センチっていうところなんだけど、うんうん、こういうところ引っかかんないの？私は別に、私多分自分が女の人の割に高い方なんですけど、165あって、うん、外行くときヒール履いたり厚底履いたりするので、うん、身長気にしなくなっちゃって、相手の。気にされると気にするんですけど。シチュエーションは、なるほどね。だから、それは小鹿ちゃんを好きになるね。それは。じゃあ次です。こういう人も結構いると思う。ネタ系、はじめまして、プロの勝負師をしてます。毎日パチンコ店という銀行に貯金している23歳です。暗証番号の777がなかなか揃わず、引き出せないのが最近のイメージです。刺激が欲しい方、ぜひ、一緒に暗証番号を揃いに行きませんか？はい、はい、はい。ネタに振ってる系いるよね。はい、はい、はい。こういう人っておそらく画像にパチンコの台の写真とか載せてると思うんですけど、その台のセンスが良かったらマッチします。俺そこの話がわかんないんだけど、センスの良い台って何？本当好みなんですけど、確実。じゃあそれ教えてあげて。流行ってる台、エヴァ、ユニコーン、リゼロ。ちゃんとメタに乗っ取ってやってれば。まあ流行りっていうか、そう、流行る台ってめっちゃ勝つしめっちゃ負けるみたいな台が流行るんですけど。そう、プロの勝負師ならめっちゃ勝つしめっちゃ負ける試合しかしねえよなって話です。うん、なるほど。なるほど。なんか全然ちまちまやってんじゃねえよって話ね。そう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 。うん、じゃあこれは？まあでもマッチはするかな一旦。パチンコのこと書いてる人とマッチしてますね今。ああそうなんだ。今も現にしてるんだ。うん、してますしてます。はい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 。パチンコ一緒に打ちに行く人いないんでしょ友達がなかなか。あの幅が広いね。なんかちょっとだいたい行けてね。はい次。はじめまして、都内でクリエイターをしてます。都内在住なので、平日、夜、土日会える方いたらご飯行きましょう。身長178、星見の細身体型です。サウナ、ショッピング、ジム、K-POP、カフェ巡りでも好き、気になるところさん、一緒に行きましょう。最近ネタフリも契約したので、おすすめだったら教えてください。ご飯行きましょうか。ご飯行きましょうはなんかマイナスポイントなの？もう。いや、違うんですよ。私が超インドアでめんどくさがりなんで。ああ、じゃあなんか、遊びに行くっていうことになったら、非日常体験をさせてほしいって話。なんか家の近くまで来てくれるか、家で遊ぶかな。単純に楽はしたいって話？ああ、そうですね。最近だとね、前は全然ご飯行きましょうで行ってたんですけど、うん、っていう。どうだろうな。これは顔だな。顔が良かったらにしかならんな、これは。なるほどね。ありきたりすぎて。なるほどね。そう。なるほどね。じゃあ、これは一回、置いときましょうか。
そうですね。一旦保留で。一回保留でいきましょうか。はい。坂見原しずみ、164センチの犬系黒髪男子、熱いの嫌い。真剣に彼女欲しい。お友達も募集中。お酒弱いから強くなりたい。甘党スイーツ一緒に食べましょう。社会人 4年目、土日休み、土曜日、超フッカル、編集部屋です。まずは右スワイプ。というわけで、これはね、もうまさに、目に浮かぶ。もう想像ができる。カラオケ行ったら、ちぐはぐ歌うし、涙袋のメイクしてきて、黒髪マッシュの、性欲バカ高え男が来ます。もうマジでエッチなことしか考えてない音が来るんで。うん、来ますね、これは。私がそういう人をタイプじゃないっていうのと、またこういう人のタイプって、うん、黒髪パッツン、涙袋ブックブック。そうなんだね、そうなんだね。もちんぽ欲しがりフェイスなんで。うん、私、それには当てはまらないんですよ、残念。だから、違うんですよね。違いますね、これは。これはさすがにね。はい。スタンミニ170センチ、ゲームお笑いフットボール、新宿か、田町で会いましょう。町田じゃないですか。あ、町田、町田。自称まるまるに、まあ、何も信用しないんですけども。でもそれはあるね、うん。それはあるかもね。あと、お笑いって書く人、敷居高すぎてちょっとついていけないんで。お笑いの敷居が高すぎて。おもろそれ。盛り上がんないとみたいな。なんか気使って喋っちゃった話とか、なんか。おもれ。人のこと評価してそうで怖い。ああ。学びがすぎるわ、それは。まあ本当になんか好きな芸人さんとかがいるとかだったらあれなんですけど。ちょっとわかるよ。これ面白い、これ面白くないとかさ。普段の会話でもそういうこと言い出したの。落ちないやん、みたいな。うん、そう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 、ハッってなる。こっちどうこうなんて別に言ってねえんだわみたいな。ですね。次。はい。がっつりのもう下ネタ系。顔平和な感じ、31歳のお兄さんです。身長181センチ、身長19センチあります。身長19センチあったら気軽に出会える人いないんじゃないですか？残念ながら。この日本じゃ。収まりきらない。うん、無理だと思いますよ。でも、7.3 レベルになるともう19センチを拝んでみたいという好奇心があったりするんじゃないの？いや、全然、なんか死んだ恋みたいなの見たことありますし、ね、死んだ恋っていう表現はおもろすぎるな。想像できちゃうもんな。それが何センチなのか分かんないですけど、うん、まあでも19って言われても、うん、人ならざるものすぎるな。うん、じゃあこれにはあんまり興味がない。ないっすね。20代後半から30代にハマってる時期あったんですけど、今ちょっと大学生にハマってる時期なんで。ほ、VTuber とバスケが好きな団地大学生です。人の話を聞くなんでいっぱい話しましょう。最近20人やったんでお酒も付き合いますよ。ってことで、結構いたんだけど、VTuber とか、アイドルが好きです。とか結構いて、マッチングアプリでそういう人にはどういう感情を抱くのかなっていう俺の単純な、まあ、興味。大学生ってのはちょっと一回なしで一回お話してみていいですか？大学生。はい、一回。大学生コミュニケーションすると誰でも人さんなんで一回。はいはい。まあ、私 VTuber やってはいるんですけど、VTuber さん自体を見ることがほとんどないんですよね。うん。お酒も付き合いますよ。うん。どのレベルのお酒の付き合いかなって感じ。どのレベルとは？狂ったように飲めるか。ああ、じゃあもう、ヤクザ飲みが好きなの？ああ、もう飲むってなったらそうですね。なんかしっとり飲むとかはないですね。なんか中途半端に飲んで二日酔いしてもしょうもなってなるじゃないですか。そうなんだ。まあ、記憶を飛ばすのが前提の話だったね、今ね。記憶を。大学生抜きにしたらないですね。大学生抜きにしたらなし。今、大学生以外何が好きなの？変な人っていうか、こう、関わることない人とかと話すの好きなんですよね。インナーとかで。そうね、そうね。趣味がどうっていうより、癖が強い人が好きですね。だから、まあそこはプレゼン能力だね。そう。暇を持て余すために、ティンダーをやってた時期は、もっと幅広くって感じだったと思うんですけど。うん。今はね、ちょっとね、もう経験した面白くない人とは会いたくないよね。そうですね。そうなっちゃうよね。それはね、いろんな人と会ってきたらね。大学生だな、やっぱメタは。大学生メタな。大学生は楽しませてくれるの？楽しませてくれないから可愛いの？いや、なんか初々しくて可愛くないですか？
学校だるいって言ってるの可愛くないですか？いいなってなりますね。ああ、ちょっとかっこつけてるっていうか、なんか。まだ、なんかその、うん、自分の置かれている幸せの状況を理解してない感じで。どんな視点だよ。どんな視点でや大学生食ってんだよ。単位とか取るの忙しくて、その最中に置かれてるあなたは幸せなんだよ。そこでめんどくせえとか言っちゃうの可愛いね。まだ全然分かってないね、お前は。可愛いね。だから企画忘れてたわ。企画もまあ終わりつつあったんだけど、まあ感づいてたとは思うけど、俺はもうあれですよ、あのクリエイターですよ、俺はもう当たり障りないって言ったやつですよ。これだね。で、身長は3センチ盛り。もうまさに俺これこんなんでやってたね。ああ、映画見ないのにネットフリー。はいはい、はい、これはね、話として強かった。実際強かった。ここは逆に変なの言われたらどうするんですか？そのネットフリこれおすすめですよって言われたやつが、なんか、え？みたいな。ちょっとコアなやつっていうか。そう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 。それでもいいんだよね。相手の趣味に乗るのが大切だから、こういう。はい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 。どうやって相手に気持ちよく会話させるかだからさ、ぶっちゃけ。はい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 。相手の趣味をどう引き出して、その趣味をどう語らせるかだからさ。はぁ、あ、どんぐらいいけました？どんぐらい？うん、それは言わん。いや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 、それはいい、それは言えない。私ここまで何も包み隠さずね話して。そうなんですか。違う違う、あのね、インターネットってさ、インターネットってさ、経験がウブな男がモテるんだよ。マイナスブランディングすぎるかなと思ってね。10前後だよ。思ったより少ない、うん、そうでしょ。めんどくさかったからですか？それとも時期が短かったから？いや、時期が短かったかな。もうやらないですか、じゃあ、アプリとか。いや、俺もやんないかな。困ってないってことですか？違うよ、違うよ。もうやめろよ、お前もう、さっきから。ずるいって。こいつ。ちゃんとはっきり言ってるんで。いや、困ってないんでって。困ってないんでって。リスナー食い漁ってるのだった、うん。あー、でもどうなんだろう。視聴者は一度もない、うん。アプリとかで会う時も、ゲームしてる人はバッテンにしてる。え、でもなんか前、ツイッチの、なんか特典かなんかであったみたいな。あの、よくしてんね。あれはちょっと別枠だよね。うん、チャンネルポイント100万いった女性と、先着で1名、はいはい、めちゃめちゃ高いご飯屋さん行ってみないって言って。うんうんうん。で、その来てくれた人が女性で。うんうん。ご飯行ってって感じかな。なるほどですね。なんだよ。いやいやいや、いやいやいや。逆に視聴者あんの？私はないですね。あ、ないんだ。なんで逆にない？あっとけよ、そこは。いや、だって VTuber っすよ。一応。顔出してないし。いや、だからおもろいやん。事務所にも一応消毒してるわけだし。だからおもろいんやん。まあでも、逆に Tinder で会ってやったやつにバレましたね。あ、つい最近、スタミンさんの切り抜き上がって、このエピソード聞いたことあるな。流れたらしくて、どうやら。うわ、やっべ、気まずっと思って。Tinder の話してんのに Tinder でやったやつにバレるの気まずって思いながら、ウケるって言っときました。あの、ちなみに私今スタミさんのコメント欄見てるんですけど、うん、あの、一人だけキセ君見つけましたよ。あの、昔から使ってる ID 一緒なんで一瞬で分かりました。マジ？知らくれてますね。知らくれてる、誰だみたいな。マジかよって言ってるお前が俺じゃんって話でしょ。そう、怖いぞ。世の中狭いぞ。狭いぞ。狭いのか、多すぎるのかっていう説もあるよ。うん、食ってる人多すぎ説もあるけどね。界隈が近いとか、界隈が同じとか、そういう感じじゃないですか？うん、そうかな。だからもう視聴者ではワンチャンないらしいんで、皆さん。会いたいんだったら Tinder でって話だよね。そうですね。見つけてください。はい。というわけで今日は、まあ、こんぐらいにしときますかね、はい。初めてのコラボ配信ということで。そうですね。またなんかお話しましょう。ぜひ。はい。
またなんかメッセージ送ります、はい、LINE で。あ、ありがとうございます。ぜひ。お疲れ様、またね。はい、お疲れ様です。失礼します。はい、またね。はい。ん？何？今なんか俺言った？ LINE？ 言った？まあ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 。面白い人からのコラボ依頼だったということで。また今日の雑談も盛り上がってしまいました。次回は分かんない、次回いつするかな決めてねえやん。 LINE 交換してないやん。ちょっとあっちにガチ恋勢がいそうなんで LINE 交換してません。 Twitter の方に次の動画で使わせてもらう、マシュマロを投稿したんで見といてください。今日のスタメジャパンの雑談でした。また配信するときはツイートします。お疲れ様でした。